聞いて、聞いて、なかなかすごい情報キャッチしたよ。どうしたんだよ、えらくテンション高いじゃないか。この情報はね、最高防衛機密レベルかもしれないよ。マジかよ、もったいぬやないで早く教えろよな。実はアメリカ海軍の潜水艦の最高司令官が、海上自衛隊の潜水艦に乗り込んで訓練を行ったらしいんだよね。そんだけの説明じゃわかんねえよ。それのどこが最高防衛機密情報なんだよ。まあまあ、落ち着いてよ。簡単に説明しすぎて訳わかんなくなっちゃったね。きちんと説明していくね。なんだ、知ってたのか。まずは、海上自衛隊自慢の潜水艦の説明をしていくね。2018年就航の青龍潜水艦が横須賀基地に配備されたのは知ってるよね。そして今年昇竜潜水艦が就役して広島県の呉に配備された。さらに今年蒼竜型潜水艦12番艦の進水式も行われる予定なんだよね。次々に新型潜水艦が開発建造されているけど、まだ新しい技術がどこまで採用されているかの詳細は分かっていないんだよね。結構なペースで新型が就航してるんだな。それじゃあ、この防衛機密とも言われる情報なんだけど、アメリカ海軍の潜水艦の最高司令官のピッツ少将が青龍潜水艦に乗り込んで完熟訓練を行ったということなんだよ。これはかなり異例のことで、中国への対応を考慮した日米同盟強化を再確認できるものだったんじゃないかな。地上だけじゃなく、海中、海底での任務にも大きな役割を持つことになるのは間違いないよね。最近では、これもまた異例と言えることだと思うんだけど、F-35 ステルス戦闘機の共同捜索も行われたそうなんだ。未だに機体もパイロットも発見されていないようだけど、日本とアメリカの協力体制は強まっているようだね。まあ確かにアメリカの最高司令官が日本の潜水艦に乗り込んで訓練をするのは異例のことだな。歴史上初めてなんじゃないか。ほら、すごい情報だったでしょ。でもよ、ここまで情報が流れてる時点で最高防衛機密ではないよな。確かにそれは大げさだったかもね。ごめんなさい。さて、気を取り直してこの訓練の詳細を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年3月に就役した青龍潜水艦は完熟訓練を行った。その訓練にアメリカ海軍の潜水艦最高司令官が視察に来たそうなんだ。青龍潜水艦は神戸市の三菱重工造船所で建造され、蒼竜型潜水艦の9番艦で、素晴らしい潜水艦になるのではないかと期待されているんだ。完熟訓練のことなんだけど、実はいろいろな場所を航行して海中に潜航しながら訓練を行っているので、その詳しいポイントは公表されていないんだ。国防に関する重要機密だから当然といえば当然なんだけどね。なんだよ、結局訓練内容がわかんないのかよ。だから言ってんじゃん。最高機密事項なんだって。ここからは報道による情報になるけど説明していくね。10月、乗務員から敬礼を受けながらピッツ少将は青龍潜水艦に乗り込んだ。乗務員からの青龍潜水艦についての説明を受けた後のピッツ少将の談話を紹介するね。我々アメリカ軍は海上自衛隊潜水艦と緊密な連携をとっています。最新鋭潜水艦に同乗して、その訓練を視察することは非常に重要な意味を持ちます。先日は青龍の進水式にも同席しその興奮を分かち合うこともできました。海上自衛隊と我が潜水艦部隊との友好関係は日々強くなっていると感じます。との何とも日本にとっては心強い言葉だったよ。ほえ、さすが最高司令官だな。良いこと言うぜ。ピッツ少将のこの言葉を受けて平間艦長は、ピッツ少将を青龍にお迎えできたことは非常に光栄なことです。同乗視察期間中私たちの能力を見ていただき、二国間の相互理解が深まり運用能力の向上に貢献できることを期待しています。と述べた、お互いに敬意を払ったやり取りだね。本来なら海上自衛隊が他国の軍人を潜水艦に同乗させるなんて滅多にあることじゃないよね。しかも、自国の最新鋭の潜水艦だからね。よほどの信頼関係がないと実現できないことだと思うよ。普通に考えても、潜水艦に同乗させるなんて性能を全て晒してるようなもんだもんね。そうだよな。この訓練は周辺諸国にも日本とアメリカの同盟関係の強固さをアピールできたかもしれないな。今のところ海底での任務遂行能力においては、日本とアメリカが他国を一歩リードしてる状態だね。でも、中国やロシアも海底用無人機が完成しつつあることを発表してるんだ。しかし、中国やロシアがやっていることをアメリカや日本が取り組んでいないなんてことは考えづらいよね。おそらく秘密裏に開発が進んでいるんだと思うよ。青龍潜水艦に関しては、性能は問題ないだろうし周辺諸国に対してのアピールも完璧いうことなしだな。
次に就任した昇竜潜水艦はどうなの？もう就任してるなら、ある程度のことは公表されてるんじゃないの？じゃあ次は昇竜潜水艦を見ていこうか。広島県の呉に配備された昇竜潜水艦は、高い耐圧性能が施されてるみたいだね。ステルス性能も今までより格段にアップしてると言われてるんだ。海中での敵の動きを捉えるソナーや探知システムも向上して、運動性能も大幅にアップしているので、通常動力の潜水艦では機動力の面ではトップクラスになるだろうね。潜水艦に必要な性能は、ほとんど向上しているってことだな。頼もしいぜ。一つ気になることがあるんだけど、この昇竜潜水艦を最後に廃止されるシステムがあるみたいなんだよね。それがスターリングエンジン機関ということなんだ。なぜスターリングエンジンが廃止になったのか正式な発表はないんだけど、静音性が高いことで採用されていたこのエンジンなんだけど、さらに高性能なエンジンが開発中なのか、それとも、隠密行動が主な潜水艦の任務自体が変わりつつあるのか、詳しいところは今のところわかってないんだよね。そういうの次の潜水艦が関係してるんじゃないの？次の潜水艦からはスターリングエンジンは採用しないってことなんだよね。うん。次の潜水艦欧竜はリチウムイオン電池が採用されることになっているよ。みんなが普段使用しているスマートフォンを見てもわかるように、リチウムイオン電池の性能はどんどん上がってるからね。サイズも小さく高出力で安全性にも優れたリチウムイオン電池が、今後の潜水艦開発の主流になるのかもしれないね。本当に潜水艦の進化はすごいよな。どんどん新しい技術が導入されて性能が向上してるもんな。以前オーストラリアに潜水艦を売り込んだ時には、スターリングエンジンと鉛蓄電池の組み合わせエンジンだったんだけど、欧竜以降はリチウムイオン電池を採用し、機動力がアップし静粛性も向上したおかげで、ひっそりと海中を潜航できるようになったんだよ。実はオーストラリアでも議論になっていて、当初フランスの潜水艦の案を受け入れようとしていたんだけど、日本の潜水艦の方が良いのではないか、という声も上がっているらしいんだ。日本はアメリカと違い、日本で開発建造されたものと同等の潜水艦を建造して売るはずなんだよね。ちなみにアメリカは兵器を売る際は自国のものよりスペックダウンしたものを販売する。でも日本はそれをやらないから、新型潜水艦の情報漏洩が怖いよね。まあ、日本らしいところではあるよな。ものづくりに対してのプライドだな。今現在、世界各国で潜水艦の建造が進んでる。通常動力型潜水艦はドイツか日本ぐらいかな。オーストラリアも通常動力型潜水艦を購入しようと考えていた。理由の一つとしては原子力潜水艦は建造コストが巨額ということだね。さらに原子力潜水艦は退役後の後始末、核廃棄物をどうするかも最大の問題だよね。日本は核に関しては非常にデリケートな国だから原潜を建造して運用するのは難しそうだよね。そりゃそうだよ。確かに原潜は兵器としては魅力的だろうが、やはり日本で軍事兵器に原子力を利用するのは厳しいだよ。各国で潜水艦の開発競争が進んでいる。中国の脅威にさらされている台湾も自国建造を目指しているそうなんだ。様々な国が潜水艦建造にしのぎを削っている中、原子力を使用しなくても日本は技術力で世界のトップに立ってほしいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。